はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。庄司様、144ミリ砲様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金と河野太郎裁判費用に充てさせていただきます。河野太郎で訴えられていることを、凱旋してまいりました昨日ですね、動画も上げましたんで、どなたか河野太郎のツイッターに貼ってきてくれませんでしょうか。私ブロックされてるんで、できないんですよ。日本改革党のアカウントもブロックされております。これを貼るとですね、河野太郎にブロックされること間違いなし。まあね、部屋の中で言われるよりも凱旋されちゃってるって、知ると、太郎がですね、嫌な気持ちになると思われますんで、皆様よろしくお願いいたします。メール等員限定、紀元節の会、ご応募よろしくお願いします。ハンドルネームで、ご応募可能であります。70メーターの高さのクルーズ船から、まあ甲板ですか、でかい船なんですねこれ、から海に飛び込み泳いで那覇市の港に上陸したトルコ国籍逮捕。これもクルド案件でしょうか。不法上陸した認識はないとか言ってるらしいんですけど、そういう問題じゃねえ認識してそういう問題じゃねえよね。世論です。いざ川口へ、難民申請する気だろ。これ難民申請して居座るパターンだ。飛び込み 70m はすごい、練習してきたのか。認識なくても不法は不法。70m の飛び込み台あったら私飛び込めるかな。足すくんじゃって飛び込めないんじゃないかな。海が浅くなくて、まあよかったんじゃないの。浅かったらよかったのになっていう。70m飛び込み、これすごい。59歳の元飛び込み選手だったんだろうか。皆さんすでにご存知の通り、逮捕されたらトルコ国籍、難民ぶるときはクルド人、でクルド人はトルコで迫害されているから帰れないとか言って居座ろうとするんですけど、不法上陸の認識はない、飛び込んだ時に頭打ったんでしょうかねこれ相当、それともトルコだったら認識ないなら仕方ないよねって、何のがやって話だよね。これ元いたクルーズ船に戻すことはできないんでしょうか。下手に逮捕するとですね、難民申請して居座り可能ですよね。こんで居座りに成功しちゃうと、後に続々続くよ。イタリアかどっかで、船に難民がぎっしりの、画像を見たことありますけど、あんな風になっちゃうよ。なっちゃうよ。で、次々みんな、ドボンドボンと飛び込んで、不法滞在者見つけたら、各国大使館に引き取らせること、できないの？引き取り拒否したらですね、自国民保護をサボってるぞって、その国の政府に抗議しなよ。だから、クルド人の不法滞在者いたら、入管の施設とかで預かんねえで、ほら、ハラルとかなんとかめんどくせえから、豚食えないとかめんどくせえから、トルコ大使館、ぶっこんでくればいいんだねえの？こいつの場合もですね、問答無用で、渋谷のトルコ大使館にぶっこんでくればいいんだよね。保護してやったぞっつって、恩着せて。とにかく自民党の外国人実習制度のせいでね、もう日本に25万人もいるんですよ。不法滞在者。もう一人も増やしたくねえよ。減らしたいよ。次々返してね。自民党おかしいよね。なんで大使館引き取んねえの、知らんぷりしてんの。自国民保護のために日本に大使館設置してんじゃねえのかって話なんですけどね。群馬の森、朝鮮人追悼碑撤去が無事完了。追悼碑は粉砕され綺麗な更地にわざわざヘリを飛ばして取材した朝日毎日、祖国のことだから気になっちゃうっていう感じですかね。追悼碑を守る会共同代表宮川邦夫、平和を愛する人たちの両親がズタズタにされた思いがする。いいから早く撤去費用3000万円払えって話だよね。世論です。自国に立てれば、県との約束守らず、自分らで起こした裁判にも負けたからでしょ。約束守らなかった人の両親なんか、ゴミ以下。日本の平和を破壊するくせに、嘘ついて県を騙した連中が語る平和とは、
次はテロリストを粉々に。約束を守らない会って名前に変えろ。約束違反については言及しない時点でクズ確定。なんで朝日は団体側が約束破って何度も政治活動したこと書かないの？それは仲間だからですね。朝日新聞こいつらの仲間だからですね。剣騙して約束守らなかった程度の良心なんてズタズタになってもよし問題なし。嘘つきどもの平和を愛する信用ならんしね。群馬県を不穏にしてですね、何が平和を愛するなんだ。むしろ群馬県の平和破壊してんじゃねえかよこいつらが。この守る会ね、共同代表のうちもう一人がですね、日朝友好連帯群馬県連県民群馬県民会議会群馬県民会議事務局長。おーなんだって、日朝だから北朝鮮ですね。で普通に総連案件ですよね。深読みするとですね、日韓分断工作とも取れるなぁ。あとは賠償狙いですか。日本人の反感買うために追悼碑立てて政治的な行事をやりまくった。で韓国の評判が悪くなるように、分断工作しなくても大丈夫ですよ。韓国は竹島を占領してる敵国だから。少なくとも私の認識は韓国は敵国です。竹島占領してるんだもんだって。でもって韓国人は敵国人です。私の認識だと。なんで紅白で歌えたりするのか不思議なんだよね。なんで観光に来れるのかわけわかんないんだよね、敵国人が。ロシアをウクライナ人が観光できる？あとガザをイスラエル人が観光できる？できないでしょ。日本政府っていうか自民党っておかしいよね。不法滞在者も大使館に引き取らせねえし、相変わらず世界のどうもやってない外国人生活保護とか続けてるし、憲法で禁じてる私学女性も堂々とやってるし、自民党ほんとバカみたいっていうかおかしいよ。イ・ミカ議員、ユンっていうらしいんですけど、イでいいよ、イで。イ・ミカ議員、ベトナム戦争韓国軍による民間人虐殺真相解明特別法議案提出。これ調査機関を設置しましょうというものらしいんですけど、この人は正義連とかいうですね、慰安婦支援団体の金を私物化して慰安婦にちっとも渡さないで、共に民主党を除名になって、自分も夫にも北朝鮮のスパイ容疑かけられてる人ですね。日本で言ったら北朝鮮スパイっていうと福島みずほとか辻元清美あたりですか。そういう存在、世論です。イ・ミカって慰安婦詐欺のあいつだよな。話題そらしが目的。見事なまでの打ち毛羽いいぞもっとやれ。慰安婦では稼げなくなってきたから別のネタを模索中。北朝鮮スパイがなりふり構わなくなってきて草。慰安婦ビジネスが儲からなくなったからくら替えと。記者会見してですね、韓国政府は被害者遺族に謝罪と賠償しろって言ったらしい。朝日も毎日も共産党もですね、反省して賠償しろってしつこかったですよね。植民地支配を反省して賠償しろみたいな、まあ同じケースですね。物言い、戦友会は激しく反発。ここもですね、民間人虐殺を報道した、まあ北朝鮮のスパイなんですけど、ハンギョレを襲撃してですね、事務所徹底的に破壊したっていうクズどもでして、同情の余地なしですね。後ろめたいから平気ではいられないって殴り込みかけちゃったんでしょうね。何でしたっけ、あんたらの理屈だと被害者がもういいというまで謝罪と賠償しないといけないんでしたっけ。だからベトナム人に謝ってお金も渡せ。何にせよですね、敵国韓国が不穏になるのは、国益、日本の国益ですから歓迎であります。もっとやれ、もっと揉めろ。あとは戦争犯罪は事実なんだから、証言者もいるし、生き残りもいっぱいいるし、被害者に徹底的に謝罪と賠償しろよ。普段何？偉そうなこと言ってんだからよって。岸田政権、少子化対策財源として、保険料上乗せ徴収開始します。26年は6000円上乗せ回収。27年は8000億円上乗せ回収。28年は1兆円上乗せ回収と。世論です。子育て世帯からも取るのか。
ますます少子化になんだろうが、子供を持つ余裕がある富裕層を支援、支援金でディズニーランド、支援金かっこ強制徴収、ただの保険税増税やんけ、全くだ、その負担が半端ないから少子化になってんだろうが、全く効果が出てないのに続けんのこれ、自民党の少子化対策全く効果出てませんよね、全然、少子化対策でって言えばいいと思ってむちゃくちゃやってないが、金に名前書いてねえのにさ、少子化対策で、いうことにしてむちゃくちゃやってないこれ、それに内心ではですね、人口維持諦めてるくせにね、武見厚労大臣が口滑らせてたじゃん、労働人口減少で外国人確保は重要とか、外国人で埋めようって思ってるくせにさ、政府関係者実質負担増にならないよう段階的に徴収って言ってけど、これもおかしいよね、これだけ取りますって言って金額も予告した負担増なのに、保険税増税なのに、まるでね負担増じゃない、とぼけてないか、あと国保税値上げしますじゃって、あと増税って言われるから支援金って名前にしてんですけど、金余計に取られるのは変わんねえよね、何言ってんだって話、政府関係者って誰だよって、どうせ財務省でしょうけどね、メディアはですね、財務省に逆らうと国税がガサ入れに入って嫌がらせすんで、安倍総理にはとことん逆らってもですね、財務省には逆らないんですね、財務省の悪口も書かない、特に新聞社は、軽減税率やめて 10% にしつつって言われたら大変だから一層逆らいませんね、この財務省の犬のテレビ新聞によってですね、財務省の都合いい世論に誘導されます、ますます、重税国家になっております、この50年間財務省官僚でもね、自分の子や孫やお家め、も重税に苦しむのに本当にバカな連中ですよね、税負担率上げたやつが出世するって誰が始めたんだろう、財務省、まあ50年前ぐらいの誰がですよね、財務省に潜り込んだ敵国工作員が始めたんですかね、税率上げたやつが出世するって、バカな連中だよな本当に。その他のニュース、次の24時間テレビの募金横領防止対策を原作者 KRC の、日テレが発表、電子募金開始、募金箱の封印、24時間監視カメラと警備員、ソロで現金数えない、などなど、必ず複数で現金は扱う、なんでそんなにしてまで続けたいの、よっぽど美味しい番組なんでしょうね、24時間テレビって。愛は地球を救わない、救わないって判明してんのにね、私は一回も募金したことないし、この24時間には、今後も死にません。うさんくせいから、赤い羽含めですね、わざわざ路上でやってる募金みんな怪しいと思ってます、なんか犬連れてどのこうのとか、あと新聞ですかがやってるやつとか、怪しい、路上でやってるのは全部怪しい、絶対、募金しません。湘南鎌倉病院で死亡した手配犯、反日武装戦線サソリ犯かっこ称の桐島聡の写真やバーで踊っている映像がなぜか TBS だけ持っている、知ってたんじゃねえのか、TBS の誰がとお友達、さすが TBS など大好評を博しておりました。霧島のグループは韓国産業経済研究所も爆破してまして、イコール北朝鮮の手先ってことなんですね、TBS も北朝鮮の手先だから手先仲間ってことですかね、大手電力10社全てが黒字、うち8社は過去最高益を叩き出してしまいました。いやーロシアがーっつって値上げしたらもうかっちゃったわー、国民の暮らしに寄り添うとか言ってなかったっけ、こいつら NHK 見たくですね、黒字は値下げの原資にしなければならない、つまり儲かったらその分値下げなって法律が必要みたいですね、特に東電はですね、これで儲かってくらい税金ぶち込んで延命、救援してんだから罪が重いですよね。JAL、要望が増えた機内へのペット持ち込みについて、ちうっせえな、検討しますと発表。獣医の私もこれには反対。ペットを愛することと、これは別の事象ですよね。やるやるポーズだけで、やらないならいいっすけど、動物アレルギーの人もいるし、恐怖症の人、私3人してます個人的に、の人もいるんだから、やめろって。他の乗客に迷惑だからやめろって、泣くかもしんねえし、夜中中泣いてたりなんかしてね、ペットホテルに預ける
陸路や海路を使う、そもそも行かないって選択肢あるんだから、要望すんなよなーって、人の迷惑かえりみず、自分すんの要求さえ通ればいいのかっての人手なしが、いう話ですね。というわけで、河野太郎裁判の動画、どなたか河野太郎のツイッターに貼ってきてください。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。懇親会の申し込みもよろしくお願いします。デトックスジャパン。